サーリースカイインオータムポータブル。こんにちは、ましろなぎです。スターリースカイインオータム、今日から秋先生組を攻略していこうと思います。まずは星月小太郎先生を行ってみましょう。先生たちはいいよね、大人だね。もう下校時刻だ。弓道場の鍵を先生のところに持っていかないと。先生どこだろう。あ、もしかして。先生多分ここにいるよね。けど実習生の選考はもう終わってるだろう。それは分かってるが、特例で頼むつもりだ。できればお前に面倒を見てほしい。信頼してくれるのは嬉しいけどさ、俺の一存ではなんともな。お前さえ承諾してくれればあとは俺がなんとかする。頼む。直しにしか頼めないんだ。そこまで言うならわかった、引き受けるよ。頼まれたからには手は抜かない。ありがとう、助かるよ。お前なら任せられる。でもどうしてそこまでするんだ。身内みたいな関係だとは聞いてるけど。あいつに変わるきっかけを与えてやりたいんだ。俺ならあいつにできる唯一の償いだと思うから。まだ後悔してるのか。あれはどうしようもなかったと思うぞ。悲しいけど運命だったんだ。運命だ。俺にとってはこの世で一番残酷な言葉だ。びっくりした。お前こんなところで何してんだ。あの弓道場の鍵を届けに。あ、サンキュー。部活お疲れ。今日も部活だったのか。このクソ暑いのに大変だったな。保健室で涼んでいくか。いえ私は寮に帰らないと。失礼します。はよ。うっす、久しぶり。うわ、二人とも焼けたね。暇だったから毎日実家の近くの海に行ってた。私は今年はまだ一回も実家に帰ってないな。え、そうなのか。今年は部活漬けだったから。青春じゃねえか。俺はいいと思うぞ。
そう言われるとそんな気がしてくるかも。部活も大事だけど、でも天体観測する時間も大切にしたいな。やっぱり私、星大好きだな。二人とも天体観測してる？俺ら暇さえあれば星を見に行ってるよな。そうだな。やっぱ星はいいよ。ロマンを感じる。そうだね。お前とあいつらも星見るの好きだろ。星好きが高じて幼馴染ご一行でこの学園に入学だもんな。そうだな。おーい、伝言頼まれたんだけど、保健室に至急来いって。あ、そういえば保健室に呼ばれてたんだ。教えてくれてありがとう。私ちょっと保健室に行ってくるね。いってらっしゃい。失礼します。星月先生。ちょっと待ってみようかな。真昼の月なんて珍しい。綺麗。ねえ、知ってる？月と恋は満ちれば欠ける。え？あの保健室のベッドは寝心地が悪いね。僕、変な寝癖とかついてない？君はまだ本物の恋をしたことがない。え？なんですか？ごめんね。そんなにキョトンとした目で見ないでよ。君の瞳があんまり綺麗だったからさ。恋の苦しみも痛みも知らない瞳だ。本当の恋は残酷だ。人の心に潜む影さえもさらけ出してしまう。そんなに焦らなくてもいいよ。デスクの上に書類があるよ。健康診断の用紙だって。保健係に渡すよう小谷、いや星月先生に頼まれた。ありがとうございます。この学園に女の子は君一人しかいないんでしょ？ねえ、どんな気分なの？僕に教えてよ。どんな気分って？いっぱい男をはべらせてるってどんな気分？気分を悪くしたらごめんね。意地悪で言ったんじゃないんだ。また会えるかな、清月学園のお姫様。再会を楽しみにしてる。うわ、スケジュールがびっしり。
んである。放課後詳しく説明するって、つまり放課後また保健室に来いってことなのかな。おーい、そろそろ始業式始まるって、スーツヤとカナタが呼んでるぞ。うん、今行く。静かにしろ。これから教育実習生を紹介するぞ。お前ら夏休み気分が抜けきってないんじゃないか。2学期は大事な時期だからな、気を引き締めていくぞ。つうわけで前置きは以上。早速教育実習生を紹介する。ちなみにお前らが期待しているような展開はないぞ。今回の教育実習生は全員うちの卒業生だからな。まずは俺のクラス2年天文科からだ。2年天文科を担当する水島育です。あ、今日から3ヶ月間、短い間ですがよろしくお願いします。うちの学校ほんと女に縁がないよな。間違いない。でもうちのクラスはまだマシなんじゃないのか。お前は一応女だからな。何それ、ひどい。こら、俺のクラス静かにしろ。なおちゃん、後でお説教だ。恥ずかしい他人だ。俺は好きだよ、直し。扱いやすいし。誰が扱いやすいんだ、こら。ぎ、聞こえてた。ふふ、春樹先生は地獄耳みたいだね。チビのくせにな。誰がチビだ、なしまさ。全部聞こえてる。全校生徒の注目を浴びてるし、今は静かにしよう。うん、そうだね。教育実習男かよ。まあうちは男子校みたいなもんだし仕方ねえけど。あの水島って実習生、妙に迫力あったよな。ああ、度胸があるっていうか手強そうだよな。なおちゃんとは正反対のタイプじゃね。あ、なおちゃんといえば例のやつだけどさ。任せろ、今回はバッチリ。これでなおしをギャフンと言わせてやる。俺は生まれてこの方、ギャフンと口走ったやつを見たことがねえ。直しなら言いかねない。あ、例のあれの話。なんだなんだ、俺も混ぜてくれよ。そういうの血がたぎるぜ。君たちは相変わらずだな。とか言いつつ浩二も気になってんじゃねえか。まあね、いい暇つぶしにはなるから。こんな幼稚な罠に俺が引っかかると思ったか。てか今時教室のドアに黒板消し仕掛けるってさ、昭和かよ。くそー、自信作だったのに。悔しいぜ。じゃあ今度こそは。悔しかったらもっと知恵絞れ。ったく、お前らは懲りねえな。昼飯をいただき。どうだ。どうだ。やった、大成功。
黒板消しはダミーでした。お前ら、くだらんことに情熱を燃やすな。知恵絞れって言ったのはナオちゃんだよ。さっき自分で言ってたのにな。くそー、今日のお弁当は自信作だったのに。よっしゃー、ナオシのおかずは我ら2年天文会一同がいただく。俺は何もらおうかな。僕は炭水化物類以外なら何でもいい。僕はデザート、ナオちゃん先生のことだから絶対甘いのあるはずだ。くぅ、今日の飯が。お前たち夏休みの間に進歩したな。先生は誇りに思うぞ。なんて感心してる場合じゃないぞ俺。あの、僕の存在忘れてませんか？そろそろ紹介していただきたいんですけど。おお、すまんすまん。よし、お前ら全員席につけ。って、すでについているのか。さっきも紹介したけど、今日から3ヶ月間教育実習生が来ることになった。名前は水島育先生だ。この学園の OB だからお前らの先輩でもある。じゃあ水島、挨拶よろしく。清月学園の OB 水島育です。今日から3ヶ月間どうぞよろしくお願いします。おいおい、堅苦しいぞ。これから毎日一緒に過ごすんだ。もっとリラックスしろん。緊張してるなら一度深呼吸しとくか。いえ結構です。そうか、肩の力を抜いて自分らしくでいいんだぞ。わかりました。それじゃあ肩の力を抜きます。男の面倒を見るのは気が進まない。僕は春樹先生のような熱血教師タイプじゃないし。ただおい、ただお姫様の面倒ならば話は別。よろしくね。え、堂々とエコヒーキ宣言しやがった。なんかすげえ迫力だ。つが怖え。まあ個性派ってことで。お前たちビビってないで仲良くするんだぞ。僕は男と仲良くする趣味はありませんから。なん身も蓋もないこと言うなよな。男だろうが女だろうが関係なくみんな仲良くだ。まあ春樹先生がどうしてもと言うなら不本意ですが、仲良しのふりくらいは。先が思いやられるよ。します。星月せ。やあ、また会ったね。偶然？それとも僕のこと探してたとか？違います。わかってるよ、そんなこと。可愛い反応してくれるからついね。あの、質問してもいいですか？僕に興味があるの？違います。やっぱり可愛いよ、君の反応。からかわないでください。ごめん。で、質問は何？君のことだから質問も可愛いのかな。私の勘違いかもしれませんけど、先生、昔バンドをやっていませんでしたか？水島先生？それ以上何も聞かないでくれるかな。あと、この話誰にもしないでくれる？せっかく二人きりなんだし、もっと有意義な会話をしようよ。今度は僕が君に質問する番。質問ですか？
君、彼氏いるの？え？だから、恋人はいる？いませんよ。もったいないな。君、可愛いのにね。何なんですか、急に。だったら、僕が君を狙ってもいい？ねえ。まったく、保健室は実習生が油売りに来る場所じゃないんだぞ。小谷、タイミング良すぎ。俺の保健室だ。俺の好きな時に来て何が悪い。それより俺をその名前で呼ぶな。どうして？可愛いあだ名じゃないねえ。いいく、こいつに構うんじゃない。まったくお前は。そういうことに。星月先生は相変わらずだらしないね。少しは保健室の掃除をしたら。ほっとけ。あの、星月先生と水島先生は知り合いなんですか？腐れん。腐れん。それは外、呼び出して悪かったな。お前に渡す資料があって。どこだ？どうした？受け取らないのか？先生、私がこの前掃除をしたのにもう汚しちゃったんですか？忙しかったんだよ。健康診断の準備やら何やらで。何でもかんでもデスクの上に放り投げる癖、直してほしいです。これじゃあ大切な書類もすぐになくしちゃいますよ。わかったから、そう怒るな。今掃除するから。え？急にどうしたんですか、水島先生。いや、君は度胸あると思って。どういうことですか？僕が知ってる中で星月先生に説教したのは君だけじゃないかな。いく、余計なこと言うな。だいたい俺の保健室に用もなく入ってくるな。それを言うなら、星月先生こそ保健室を私物化しすぎだよ。彼女に掃除をさせて職権乱用じゃないの？あの二人ともそれくらいにしておきませんかね。保健医である俺が保健係に仕事を頼むのは当然だろ。はいはい、そういうことにしておくよ。小太郎先生、どこで水島。あ、お前こんなところでサボってたのか。あ、見つかっちゃった。え？来る、めちゃくちゃ探したぞ。たく、初日から手を焼かせるなよな。はあ、しつこい人だな。春樹先生、なんだか楽しそうですね。いつもより生き生きして見えます。そうだな、俺は問題児ほど熱が入るからな。それに、引き受けた以上は責任を持ってこいつを直し。あ、すまん。とにかく俺にもいろいろあるんだが、それは置いといて。忙しいのは性に合ってるし、俺も結構楽しんでるよ。あの、私にお手伝いできることがあったら何でも言ってください。ありがとな。お前も何かあったら俺に頼ってくれていいんだからな。はい。どうでもいいが、俺の保健室をたまり場にするのはやめてくれ。水島引き取ったらすぐに出てくよ。けど俺が行っちゃったら小太郎先生寂しがるくせに。ああ、じゃれつくな、直し。暑苦しいんだよお前は。お、なんで笑ってんだ？だって先生たちも子供みたいな喧嘩するんだなって思って。精神年齢は君とそう変わらないかもよ。ねえ、君は年上の男は好き？え、そんなのよくわからないです。じゃあ僕で試してみる、年上の男との恋愛。俺の生徒を砕くな。
お前は俺と職員室に戻るんだ。やれやれ、今日から3ヶ月か。嵐の予感がするよ。なんだか楽しくなりそうですね。